LE-5A は宇宙開発事業団が航空宇宙技術研究所や三菱重工業、石川島リマ重工業と共に開発したロケットエンジンである。H2 ロケットの第2弾用のエンジンとして1986年から1991年まで開発が行われ、H2 ロケット8号機以外の H2 ロケットで用いられたが、 H2 ロケット5号機において燃焼が早期に終了する不具合が発生した。偽装及び燃焼機の製造は未ターボポンプの製造は IHI が担当した。エンジンの燃焼サイクルはエキスパンダーブリードサイクルを採用している。これは LE-5 エンジンの始動時に使用したクーラントブリードサイクルを RL-10 等で採用されているエキスパンダーサイクルと統合。 発展させた燃焼サイクルであり、採用した例としては、LE-5A が世界初のものである。これによって燃焼効率と信頼性が高められた。LE-5B で用いられる燃焼室のみで吸熱を行う方式との差別化のため、燃焼室とノズルで吸熱を行うことから、ノズルエキスパンダブリードサイクルという名称が用いられることもある。 ガスジェネレーターが不要となり、構造も単純化したことで、コストの低減と信頼性の向上が実現された。燃焼器は LE-5 と同様に、純ニッケル缶をロー付けした缶構造燃焼器であり、該当によって燃焼室の耐圧性を確保している。H2 ロケット5号機において、第2弾、第2回燃焼開始後47秒で燃焼が終了するという不具合が発生した。 フライトデータの分析から第2回燃焼開始後41秒で燃焼ガスの漏えいが発生42秒以降に横方向に 40kg フォースの水力を発生する漏えいに拡大し47秒でエンジンが停止したことが確認されたこのデータからエンジン早期停止の原因は漏えいガスがエンジンコントロールボックスの電源配線を焼損し断線したためだと推定された 漏洩は燃焼気下法の低圧部に設けられた軽量化、穴部付近の構造から発生したと推定されており、管構造の漏付けが内面のみであることや、街頭冷却管缶,缶の漏付け範囲が不十分であること、領収燃焼試験時に漏洩点検事具を外さずに、低圧燃焼試験を行った人為的ミスという3つの複合的要因によって引き起こされたものであると結論付けられた。また、 後に製造されたものほどロー付け量が少なくなっていたことも指摘されている。対策としては燃焼機構造の緩構造から溝構造への変更やロー付け工程の改善と検査手法の改善、人為的ミス定減のための識別タグの導入等が提案され、以降は LE-5B に統一された。H1 ロケットが順調に成功し H2 ロケットの 開発が進められていた1986年、マクドネルダグラス社から次期デルタロケットの第二弾用として、LE-5 購入の申し入れがあった。この時は契約に至らなかったが、1989年末から1990年代初頭に、再び表面化、LE-5A を含めた H2 ロケット第二弾を、デルタ3ロケットの第二弾として使用するため、 合計40機ほど購入したいとする打診があった。しかし、内閣法制局は、偵察衛星、GPS 衛星等の軍事行動に関わる衛星の打ち上げに用いられる可能性があるということから、宇宙の平和利用の原則の日本政府解釈に反するという判断を下した。この間に、産業界からは、様々な努力と調整が行われたが結局、 MD 社側の期限に間に合わず時間切れとなり、輸出されることはなかった。その後、1995年に LE-5A 調達に失敗した MD 社は、第2弾エンジンに RL-10 を採用し、同ロケット第1弾及び、第2弾の燃料タンクを身から輸入すると同時に、HEA ロケット第2弾用液体水素、タンクドーム及び、 液体酸素タンクを見え輸出する契約を締結した。ありがとうございます。